日本中部地方長野県長野市第一地区モスゲ。モスゲは長野県長野市の市街地北西の山間部に位置する地区。郵便番号は380-0874。全域が長野市役所第一地区に属する。地区の中央部に頼朝山、北部に桂山がそびえ、西部から南部にかけてすそばな川が蛇行している。南よりを国道406号が 東西に走り、中央部で長野県道76号長野都学支線が分かれ北に向かう。周囲は以下の大技、町長と接する。中山間地の集落であるが、全工事の西方 2km ほどのところに位置し、長野市の前身である旧長野町への合併も1889年の町村西市工事とかなり早期である。もい。 都学市方面に向かう県道七十六号、木那佐方面に向かう国道四百六号、小田切十二回方面に向かう県道四百一号が分かれる長野市西部山間部への入り口にあたる地区である。集落は、地区南部の旧国道四百六号と県道七十六号との交点付近の本郷、その南側の裾場長川沿いに位置する外もすげと、地区北部の頼朝山中腹にある。 上昇寺の周辺の横棚がある。外もすゲには1936年から1944年にかけて走っていた善光寺白馬電鉄のモスゲ駅があり、現在でもホーム跡が残る。この善光寺白馬電鉄の水道内には、町城大本営計画の中で皇族住居が移される予定だった。筑生部の裾場の川沿いの谷である一品では、 古くから創生水を産し、日本初の石油会社である、長野石油会社は1873年から、屈作を試みたが、親とい外国人に騙され失敗している。地区内の人口及び、世帯数は、168世帯462人。地区内の国道406号急道、長野県道76号長野都学支線を走る、アルピコ交通の以下の系統が利用できる。 ありがとうございます。